コールの力。あら、もういいの？もっとゆっくりしてもよかったのに。ま、満足したならそんでいいんじゃねえか。どうやら苦労して会いに行っただけの価値はあったようですね。顔にそう書いてありますよ。積もる話は後にしよう。造園が来ないうちに逃げるとするか。けど屋敷に戻ったって状況はあんまり変わらないんじゃない？だったら全滅させる？過激なこと言うわね。私は別にいいけど。そういうわけにもいかないでしょう。セルビアの話が本当であれば厄介なことになりますからね。こちらもそのつもりで準備しておく必要があります。死神同士の戦いか。考えたくねえけどな。決着つかないと思うけどな。だってお互い死なないわけでしょ。けどセルビアの話じゃカストロっていう専門家みたいのがついてるわけじゃない。何か考えてるはずよ。だろうな。とにかく戻ろう。ヨシアも心配しているだろう。無事だったか。どうだった？そうか、よかったよ、無事で。やはり待ち伏せが何名かいましたよ。もっとも我々が死なない体でなくともあの程度撃破できましたが。セルビアはどうした？リビングで寝てるさ。あの後熱が出てな。そうか、少し見てくるか。あら、裏切り者なんだから無視したっていいんじゃないの？私が手当てしたからな。義務感で見るだけだ。強情ね。ちょっと疲れた。朝になっちゃったし。僕だけじゃないよ。でも僕もみんなもきっと同じ気持ち。まあ、その、なんだ、よかったっつうならよかったんだろ。照れちゃって。ま、バカなこと言うな。照れてなんかねえよ。はあ、眠い。あたし寝るわよ。おやすみ。いいわよ別に。おやすみ。やっぱりここに戻るとみんな安心する。起きたらご飯楽しみにしてる。では我々も失礼しますね。何かあればすぐに起きますから。さ、ビシャス、ルチアーノ、行きますよ。俺もかよ。俺は別に眠くなんか。いいからいいから。じゃあね、おやすみ。あら、俺は。俺は。
無事に戻ってきてくれたことを素直に喜びたいけどね。マフィアだからそうなんだろ。これで分かっただろ。あいつらの解決方法なんて殺し合いしかないんだ。マフィアにいいやつも悪いやつもいない。それは覚えておいた方がいい。本当はそういう役目を俺がすべきなのに、結局は叶わなかったからさ、神父様に。まあそうなんだけどさ。とにかく今日はもうお休み。疲れただろう。俺も寝るよ。眠くねえんだよな。そうだね。なあ、俺たちがボスの娘をタランティーノから守るためにコールされたってことだろ。けど昨日まで父親のことを知らなかった。けど俺たちをコールした。つまりそもそもコールすることは最初から想定されていたって言いたいのかい？そうそう、それだよ。こうなることをボスは最初から分かってたんだ。そうか、そうだよね。自分の血族だけが持つ力だもんね。ああ、ほんでコールってのはあの契約の石使って契約したやつを呼び出すってことだろ。つまりボスは俺たちが死んだら死神になることを知ってて、ほんでコールされることも知ってて。じゃあボスは全部最初から計画済みだったってことかい？そこまでは分かんねえけど、つがボスってそんな器用じゃねえしな。まったくオカルトすぎるよ。一体誰がそんなルールを考えたんだ？地獄の神様とか？まさかそんなもの。あ、待てよ。つまりコールされる前までは俺たちは地獄にいたってこと？それならこっちに来て地獄にいた記憶が抜け落ちてるってことだよね。それが3年ってことか。3年、地獄で何をやっていたんだろう。知らねえよ。俺たちってなんだろうね。知らねえよ。寝ろ。おやすみ。寝たか？いや。さっき言ったこと、俺たちってなんだろうって話だけどよ。俺は死神でも化け物でもなくてさ、なんつうか出来損ないの人間みてえな感じがする。体はある。気持ちも心も感情も人っぽいところはあるけど、大事な何かがないっつうか。寝たか。ちゅ、眠くなってきたな。俺も寝よう。
起きてたんだ。残念。ちょっとね。入ってもいいかい？君に聞きたいことがあってね。それで来たんだ。コールに使ったペンダントのことさ。確かこの屋敷に来た時に部屋で拾ったと言っていたね。そのペンダントはどこだい？石がないとわからないか。昔ボスが持ってた指輪と同じ石だと思ったんだけどな。うん、なんとなく思い出せそうで思い出せないんだけど、指輪を見た気がするんだ。それを俺が何かしたような。うん、指輪。本当はね、そんな話をしに来たんじゃないんだ。ビシャスの話さ、聞きたいかい？それは残念だな。とっておきの話なのに。そうだね、今回は諦めようかな。ではまた次回。チャオ。どうしたの？うん、ご飯は問題ないよ。いつもの味だった。でも様子が変。疲れているだけじゃない。昨日の今日だし。そうならいいけど。食事中ずっと黙ってた。ニコらしくない。あ、それだ。それ？ああ、俺が起きてまたあいつルチと間違えて俺のベッドに入ってきやがったからさ。んで怒ったんだ。そん時思わずニコって呼んだんだけど、ほらニコラスとニコールって似てんだろ。だからビシャスはニコラスのことをニコと呼んでいたな。ああ。でも僕も前からニコって呼んでたよ。どうして急に？いや、それはないと思うが。それにニコールとニコラスでは似てもいない。似ているのは髪の色ぐらいか。しかし心なしか目つきも似ているような。ニコラスの話は置いておいたとしてもさ、俺どうしても思い出せないんだよね、ニコールと一緒にいた記憶。俺もだ。他のことは結構思い出したんだけどな。うん、僕も。でもニコは僕たちと同じ死神。そういえばセルビアも知らないと言ってましたよね。私も思い出せないんですよ。いつまで置いておくつもりだ？セルビアですか？手当てしたあなたの方がお詳しいのでは。動けるようになるのにあと 2,3 日程度だろうな。だが、何かあったのか？無理に動けば傷口が広がるだけだぞ。いいんだ、これ以上あんたらの世話にはなれないさ。私はあんたらにとって裏切り者。それはこの私が一番よくわかってる。だからこれ以上厄介になるわけには。
ね。無茶をするな。いいから戻れ。グロリア。まったく、少しは自分の体をいたわれ。マフィアっていうのは自分の命も粗末に扱うものなのか。俺がお前たちマフィアが嫌いだと言っただろ。なのに看病してやってるんだ。だから死なれちゃ困るんだよ。そうだね、本当。あんたの言う通りさ。自分の命を粗末にしちゃいけないよね。とにかく部屋に戻りましょう。動くにはまだ早いでしょうし。ああ、けどいいのかい？厄介になっちまって。いいんじゃね。グロリア次第ってことかな。動けるようになるまでだぞ。悪いね。温かい飲み物作ろうか。玄関寒いから。ああ、ありがとね、レオナルド。本当にありがとうね。たく、玄関で何の騒ぎだ。ニコラス。あ、ちょっと待てよ。一体こりゃ。どうしてニコラスが。だって今までどこにも。なんだ、みんな揃ってんじゃないか。おいおい、セルビアまでいるのかよ。ニコラスかい。あんた、だって死んだのにどうして生きてるんだって。そりゃ理由は簡単だ。もう一人の俺が思い出してくれたおかげってやつ。俺が死んだ記憶をな。本当にニコラスなのか。ああ、遅くなった。今戻ったぜ、兄貴。けど、あんまり時間はねえけどな。ニコ？もう一人のニコはどうしたの？あいつも俺。俺を殺した女をかたどった。俺さ。こいつがグロリアの言っていた弟なのか。お前確か前にもあったよな。あの時は思い出せなかったが。そうか、あれはニコールの記憶だったのか。だからニコールは俺だって。分かりやすく言うとそういうことだな。アリ、未だに信じられねえんだが。つまり、変身したっつうことか。ま、そんなもんだ。けど、そう長くは持たない。俺が俺であり続けるには、あいつを殺さねえと。無理だろうな。あいつとは誰だ。あの時のことを思い出してくれよ、兄貴。俺が会いに行った。だろ。あら私どうしてここに。なんでみんな集まってんのよ。ニコラス。だから私はニコールだってば。もう何度言ったらわかるわけ。これはどういうことかな。わけがわからん。死神に変身機能付きか。何のことよ。まさか私じゃないわよね。女だってば。あの時
ニコラスは戻ってこなかった。そう、クラウディアに会いに行ったきり戻っては来なかった。そしてクラウディアは言った。死んだ人のことなど知らないと。そうでしたね。やはり彼は我々と同じく死んでいたのですね。クラウディアに殺されたんです。何のこと？クラウディアは1枚も2枚も上手だった。やつはニコラスに騙されているふりをして、実は騙されていたのはニコラスだった。やめてよ、そんな話。そうか、それを伝えるためにその姿になっていたんだね。クラウディアに似てる、その姿に。やめて！すまなかったニコ。兄としてお前のメッセージに気づいてやれず。何なの一体。やめてよ、そんな目で私を見ないで。私は私、ニコールよ。ニコラスなんて知らないわ。放っておけよ。よくはわからないけど、ニコールの触れたくない部分っていうか、そういうものなんだろうからさ、ニコラスっていう人の存在が。やれやれ、複雑になってきましたね。私が様子を見てきましょう。私はニコール、女なの、男じゃないわ。そうよね、私って一体何なの。ニコールは私よね。ニコラスは誰。入りますよ。何よ。様子を見に来ただけですよ。あんたも言うんでしょ、私のことをニコラスだって。いえ、あなたはニコールでしょ。ニコラスはグロリアの弟ですよ。分かってるわよ。けど周りは分かってないの。先ほどニコラスが言っていました。死んだ記憶を思い出したと。推測すると、おそらくニコラスはクラウディアに殺され、それを伝えるために彼女に似た姿で復活した。それがあなた、ニコールです。違うわ、ニコラスなんて関係ない。私は私よ。ニコール、あなたは性別的には男性なんですよ。違うわ。ご存知でしたか、私の弱点。弱点。ええ、女性に触れると気絶してしまうんですよね。もちろん精神的なことが原因でこうなってしまったんですけれどね。ですが、ほら、こうしてニコールを触っても何ともないんです。それ本当？疑わしいわね。本当ですって。だって。じゃあ触ってみてよ。それで気絶したら信じてあげてもいいわ。それを信じていただいても、というか、私はそういうことを言いたかったのではなくてですね、つまり。心配かけてごめんなさいね。大丈夫よ。さ、早く。あ、いや、さっさと押し。いいから。はい、本当だったのね。そういう病気らしいわ。女に触ると気絶するんですって。変なの。だ
から私に触っても気絶しないんですって。私が男だから。失礼しちゃうわ。これでいいでしょう。起きるまで私のベッドに寝かせておくわ。何よ、あんたもさっきのこと確認しに来たの？ニコラスのこと。そんなわけないわよ。だってほら、私はここにいるもの。私は消えないわ。あら、どうして？あんたみたいな子嫌いよ。ほんと大嫌い。バカなんだから。ほんと怒ってないわよ。ほんとにもう私がいないとダメみたいね。なんだかお腹減っちゃった。何か作ってちょうだいな。放っておいていいわよ。どうせ起きたら下に降りてくるでしょう。さあ、早くしてちょうだい。少し出かけてくる。どこに行くの？気晴らしにな。すぐに戻る。グロリア、どこに行った？さあな、さっきのがショックで飲みにでも行ったんじゃないのか？だろうね。まあ一番ショックなのはグロリアだろうからね。ところでメディシスがちっとも戻ってこないじゃないか。あのあとニコールの部屋に行ったままだし。俺が見てくる。あんたはさっさと寝てろ。はいはい、わかったよ。まったく、なんで俺がマフィアの世話なんかしてるんだか。テキーラ。おいや、こいつは驚いた。グロリアの旦那じゃねえか。久しいな、マスター。てっきり3年前の構想でやられちまったかと思ったけど。っていうか、ここらの連中はみんなそう思ってるぜ。いやしかし生きていたとは驚きだ。3年の間やっぱどこかに隠れてたのかい？いいからテキーラだ。あいよ、忘れてねえぜ。旦那がテキーラって言ったらこいつだ。銘柄合ってるだろ？あ、旦那はスピリッツしか飲まねえからな。しかもストレートだ。ボトル置いておくかい？頼む。はいよ。ここに来るのも久しぶりか。あんまり変わらんな。そういえばよくニコラスと来たものだ。しかしまさかな。どうして私は気がついてやらなかったんだ。くそ。焼け酒は良くないぞ。お前は。マスター、ラムを頼む。ストレートだ。はいよ。何の用だ？今までどこに行っていた？その辺をブラブラとな。グイードの様子を探ったりと。まあそんなところだ。グイードの？ああ、もうじき処世人の日だろ。その後何か仕掛けてくるぞ。何？ところで元気か？
知っていたんだろう。彼女がボスの娘であること。おう、もうそこまでは分かったか。やはりそうか。知っていてなぜ言わなかった。時として答えは探りながら見つけた方が値が高くつく、そういうことだ。マスター、おかわり。お前は一体味方なのか。ファミリーに入っておきながらお前の行動は理解できん。気まぐれなんでね。ただ言えるのは、味方ではないが敵でもないかな。どうしてそう言い切れる。俺は俺のしたいことをする。それがお前たちにとっていいことなのか悪いことなのかは知らん。それに興味もない。勝手なやつだ。よくそう言われるよ。それでニコラスの件は片付いたのか。ニコールとニコラス、あいつらは二人で一人だ。ニコラスが死ぬとき、お前に伝えたいことがあったんだろう。それを伝えられずに死んだのが相当悔いていたんだろう。そしてニコールができた。いいか、処世人の日の翌日、死者の日に奴らはダレンの屋敷を襲う。狙ってくるぞ。しかし今回ばかりは死神であるお前たちでも難しいだろうな。守ることは。どうしてだ。忘れたのか。グイードはコールしたんだぞ。ついでにニコラスとニコールのことも区切りをつけておけよ。クラウディ、あの女はまだグイードのところにいる。グイードは屋敷から出ないからな。だから女も屋敷にいるだろう。ま、どんな作戦を立てて阻止するのか、お手並み拝見といこうか。じゃあ、お前の言葉を信用したとして、お前は一体何者なんだ。ニコールのことも知っているとは。じゃん、まったく、わけのわからんやつだ。けどそれジャンの情報だろ。あいつの言うこと信用できんのか。でももし本当だったら。起きてからでは遅い。もうあと数日しかありません。ここは作戦を立てておくとしましょう。知ったのかは知らないけど、少なくともコールのこともそうだけど、あいつの方が私たちより先を進んでる感じよね。さっきの質問だけどさ、実は俺たちも詳しいことは知らないんだ。ただ言えるのは、昔はグイードとボスは仲が良かったってこと。じゃあグイードってやつがダレンティを裏切ったのか。グイードはもともと私たちのファミリーにいた。サルバトーレファミリーにな。だがグイードの裏切りによりボスは大きな痛手を負った。ええ、内容は知らされていません。ですがボスからはただ裏切られたと、それだけ聞いていました。ですがボスとグイードは兄弟です。我々としては争ってほしくない相手だったのですが。でも向こうが戦う気あった。グイードは
タランティノファミリーに入った。うん、結構昔からだしぜ。けど今じゃそのタランティノのボスがグイードなんだろ。ファミリーのボスが変わるっつうことはボスの死を意味する。つまりグイードが殺したんだろうな。そして力をつけたグイードがついに我々サルバトーレに戦いを挑んできた。それがあの3年前になります。それでそのグイードが死者の日にここに攻めてくるんだな。そうらしいな。我々死神でも守るのは難しいとのことだ。私はグイードがコールした私たちと同じ体を持った死神が来ると考える。いいじゃない、どうせ私たちはもともと死んでるのよ。また死ぬだけじゃない、怖くないわよ。だがそれでは困る。どうなるんだ。とにかく今は作戦を立てましょう。対策を練ります。そうだな、頼む。お任せを。ダメだ、あいつらじゃ頼りにならない。やはりあの力を。誰だ。やっぱり不安かい。もしグロリアが聞いたジャンの情報が本当だとしたら、今回ばかりはあいつらでも無理かもしれないね。でも大丈夫、俺が守るよ。そりゃあ撃たれたら死ぬさ、人間だからね。だから撃たれる前に撃てばいいんだ。ああ神父失格か。だろうね、そんなの分かってる。けどね、俺はもう待っているだけなのは嫌なんだ。あいつらに耐えるのも嫌なんだ。だから俺が。見てごらん。俺が手に入れた力さ。そんなことできるんだ。すごいんだね、最近の神父って。そうだろ。まあ苦労したけどさ。守れるの？やってみなきゃわからない。人を殺したことないよね、神父だからな。戦える？戦うさ、何としても守るんだ。そうならいいけど。ヨシア、聞いて。次のあいつらの攻撃、やばい感じしてる。僕たちが守ってあげられないとき、ヨシアしかいない。だからヨシアが守って。言われなくてもわかってるさ。前にジャンが言ってたこと、コールする人の権利、特権、命令すること。もしかしたら使うとき近いかもね。僕たちに何かあったら。でももし、わかった。でも命令のことだけは忘れないで。使うときがきっと来るはずだから。そうだね。
仕方ねえだろ。いい作戦ねえんだから。すみません、いろいろ考えたのですが、いいアイディアが思いつかなくて。しかし、このまま死者の日を迎える気はない。それは同感です。ですが、おかわり。何が難しいんだ？ああ、はい。タランティノファミリーが死者の日にこの屋敷を襲撃することが分かっていますから。何時頃かは分かりませんが、その日は皆で待機していればいいんです。ですが、それでは意味がない。どうしてだ？死神対死神では決着がつかないだろう。かもしれんな。だが、最悪のケースを考えておくのがセオリーというものだ。なあ、そういや俺たちってなんか弱点とかあんのか？死神だから十字架か。それならこの前俺とルチが教会に入れたわけねえだろ。弱点、トマトにはある。いっぱいある。俺の弱点なんかねえよ。あ、黒猫だー。お決まりのパターンじゃない。嘘なのか？なあ、嘘なのか？笑うな。お前の迷信好きは分かった。それで死神の弱点が分かったとしてどうするつもりなんだ？それは相手に対しての弱点だと同時にお前たちの弱点でもあるんだろう。でもそれが分からなきゃ相手を殺すこともできないわ。結局また最初に戻るか。こんな時にニコラスがいればあいつならきっと。すまん。いいわよ別に、もう気にしてないもん。もしかしてみんな私に気を使ってたり？まあ多少は。僕はニコールでもニコラスでもどっちでもいい。ニコールとニコラスは別でも同じニコ。分かってるのよ、私自分が男だって認めたくなかったのはきっともう一人の自分を認めたくないからだって。けど私は私。ニコラスはクラウディアに殺された。俺はその無念を晴らしてやりたい。だからできれば奴の屋敷も攻めたいんだがな。勝手にすればいいじゃない。けど本当どうすんのよメディッス。はい。いや、困りました。今日は買い物行かねえのか？タランティーノが来るとかなんとか言ってっけど、けどその前にハロウィンだよな。ま、ハロウィンも最近じゃカーニバルみてえな祭りになっちまったけどさ。けど俺にはそういうの縁がなかったからな。ハロウィンも処世人の日も死者の日も俺にとってはただの日だ。食って生きり遊んでよかったけど今年は違う。ボスの墓に行くんだ。知ってたか？
ボスの墓の場所。さっき聞いたんだ、メディシスに。近くにあるらしいぜ。きっと残ったファミリーの誰かが建ててくれたんだろうな。案外俺の墓もあったりしてな。一緒に行かないか、今から。まあそりゃそうだよな。けど行けるうちに行っておかねえと、死者の日には行けるわけねえし。
シウス、また作戦会議だってさ。分かった。しゃあね、また今度行けたらな。よし、は打ち合わせだってさ。あれ、いないのか。おや、その写真どうしたの。誰が写ってるの。お、これはボスじゃん。昔一度見たことあるんだ。いや、若い、眩しい、いい男すぎ。そりゃそうさ、だって若い頃のだもん。にしても違いすぎるよね。だろうね。ま、このなりだったら当時は相当モテたんじゃない。の、お母さん。ほう、そういえばちょっと似てるかもね。可能性は高いよね。その写真もらっちゃいなよ。いいんじゃない、持ち主だってきっと君に持っていてほしいと思うはずだからさ。ああ、忘れてた、打ち合わせだったんだ。じゃあね。全員集まりましたか。ヨシアがいないな。いいんじゃねえの、だってあいつ人間だし。そういう言い方って良くないわよ、差別じゃない。ヨシア、庭で練習してたよ。練習って何の。戦う練習。だがあいつは神父だろう。神父が武器を持って戦うのか。まあ大昔はそうしていたかもしれんが。でも戦うつもりみたい。そうですか。だったら彼も同席していただいた方がいいですね。ヨシアを呼んでくる。ええ、頼みます。何かあったかね。あ、神父様。すまないね、バタバタしているだろう。もうじき前夜祭だからね。それが過ぎれば処世人の日だ。神父様、あの子に何かあったのか。あ、いえ、何もないです、今は。ただ近いうちにあるかもしれません。どういうことだね。はい、何でも死者の日にあのタランティノファミリーが殺しに来るとの話です。なんと。もちろん奴らが守るでしょう。不死身の体ですしね。けど私だって見ているだけというわけにはいきません。神父様、もしかしたら私は人を殺めるかもしれません。この手を血で染めるかもしれません。だから神に仕えることはこれ以上できないかもしれません。それを言いに来たのか。はい。それがお前の選んだ道なのだね。はい、あの子を守るために。はい。そうか、そうまでして。どうか神に背くことをお許しください。ではそろそろ行きます。ヨシア。はい。
神のご加護を。ありがとうございます。では吉羽はいなかった。どこかに行ったかも。どうせそのうち。いいのよ、あんたもここにいたらいいわ。しかし少し刺激が強いんじゃないか。もう慣れっこよね。だって私たち死神だけどマフィアだもの。そんなの分かってるものね。我々の計画は守ることなのですから、参加してくださっても構いませんよ。ヨシア見なかった？どこに行った？庭にもいなかった。すまない、遅れた。ちょっとね。では話を続けよう。はい。彼らがこの屋敷を狙うのであれば、我々にとっては不利でしょう。周りを敵に囲まれた状況で守るのは困難。そして何より今回はグイードがコールしたと言われる我々と同じ性質を持つ者、つまり死神が敵だとすればなおさらです。ですから場所を変えてみてはいかがでしょうか。変えるってつまり当日別の場所に移動するってこと？そうです。開けた場所、そしてなるべく我々以外の犠牲を出さないため人混みを避けた場所が適しているかと。それは私が考えている候補は、けど広い場所だと守れないよ。確かに厳しいな。俺が守るさ。お前たちは勝手に戦えばいい。素敵なセリフだけど、普通の人間ではリスクが高くないかしら。セルビアが邪魔するよ。悪いね、取り込み中だったかい。何の用だ。長居する気はないさ。邪魔者はすぐに消える。二つほど言いたいことがあってね。それで来たのさ。一つはこの前の礼。すっかり傷も治ったよ、グロリア。ありがとう。礼などいい、さっさと要件を言え。ああ、その前にさ、ナイトゲートもなんとか無事にやれてるよ。ま、以前ほどの規模はなくなっちまったけどね。いや、タランティノを抜けたんだ。そのための犠牲にしちゃ、随分とマシだっただろうね。けど、後悔はしてない。死んでいった連中も、私も。それでいい情報を仕入れたんだ。グイードが死者の日にこの屋敷を。それならすでに承知しています。今その対策を話していたところですよ。なんだ、知ってたのかい。ああ、先日ジャンから聞いた。ジャン？あいつ生きてたのかい。そうか、あいつにも謝りたいところなんだけどね。謝って済むことじゃないけどさ。それで用っていうのはその情報のこと？ああ、けど無駄足だったようだね。あんたらが知っているならいいさ。死
信用されるためにわざわざそういうことをしてるのかしら。それとも罪滅ぼしかもしれないね。まだ何か。あ、いや、どうも引っかかるんだよ。どうして死者の日なのか。だってそうだろ、町は墓地に行く人でいっぱいだろ。カーニバルとまでは行かなくても、なんでまたそんな騒がしい日をわざわざ選んだのかね。邪魔したね。それじゃ、うん、確かにそうだ。もしかしたら私の考えは間違っていたのかもしれません。どうでもいいじゃねえか。銃ぶっ放して殺していけばいいんだろ。これだからマフィアは野蛮なんだ。神父は黙ってろ。俺だって戦える。はぁ、ノラ見せてもらおうか。もうやめなさいよ二人とも。で、何か気になるの？ええ、死者の日、墓参り、人混み。ビシャスに？私が教えたんですよ。町の人から聞いたものですから。あ、そうか、それだ。何か思いついたのか。こうも考えられませんか。死者の日に我々がボスの墓参りに行くと読んで、墓地で待ち伏せをしている。事前に屋敷を襲うという情報がリークされているわけですから、屋敷で待機するチームと墓地に行くチームとに分かれる。つまりセルビアが情報を得たのはわざと流したということか。ではないかと思うんです。私が街で聞き入れたボスの墓地の情報、そして先ほどのセルビアの情報、これらが全て敵側の策略によるものとすれば。けど屋敷と墓地とどっちにいるかわからないじゃない、うん、確かにそうですね。もしかしたら狙うのもあるけど。どういう意味だ。わからないけど何か別のこと。グイードの死神使った何か。情報が欲しいところだな。ですね。少し町に出てくる。町へ。心当たりがある場所があってな。そこで情報を収集してみよう。なんだ、それなら最初に活用しなさいよ。今思い出したんだ。昔の記憶ってやつだがな。まあ結果はあまり期待せんでくれよ。何しに行くんだ。まあね。いってらっしゃい。すぐに戻る。さて、また一から考え直しますか。そういうイメージはあるだろうな。ビシャスなんかはそのタイプだ。だがファミリーの結束が高ければ高いほど、より精密な動きになる。無駄のない動きにな。決してファミリーは裏切らない。ファミリーとは仲間であり、ボスそのものを指す。だからボスの命令は絶対だ。我々はボスを敬愛し、ボスのために命を張る。
だから私はセルビアが許せないのだ。それより買いたいものとは何だ。かぼちゃ、ジャックランタンか。私はあまり好きじゃないな。昔はもっと落ち着いていたそうだが、最近のハロウィンはアメリカの影響を受けすぎだ。ま、いいだろ、買ってきなさい。やはりまだまだ子供だな。しかし、そうか、もうじき前夜祭か。雰囲気ぐらいなら味わってもいいかもな。おや、久しいですな、元刑事殿。ランベルト。俺の名前を覚えているということは、もう記憶が戻ったか。なかなか詳しいじゃないか。警部ともなれば、この町での出来事で知らぬことはない。警部。そうだったな。私が辞めた後、警部に昇進したのであった。思い出したよ。貴様のおかげだよ、グロリア。しかし、まるで人間だな。話には聞いていたが、とても一度死んだ元人間には見えんな。貴様、まだグイードとつるんでいるのか。人聞きの悪いことを言わないでほしいものだ。この町を取り仕切るマフィアのボスと個人的に親しいだけだ。俺は奴に情報を提供する。そして奴からギャラをもらう。あくまで個人的にだ。何が個人的にだ。汚職警官がよく言う。何とでも言え。権力のない人間の遠吠えにしか聞こえんな。おっと、元人間か。これは失敬。だが、貴様の命もあと数日。せっかく3年ぶりに再会できたというのに、実に悲しいことだ。何を知っている。知っていることを言え。さあ、もし知っていても教えんよ。貴様に教えて俺に何のメリットがある。まあいい、お前が言わなくとも私の古い知り合いに聞けばわかることだ。古巣へ行くつもりか。まさかそこで情報収集ができるとは思ってはいまいな。何がおかしい。いやいや、相変わらず甘い。この町の警察に貴様を相手にする者などおらんよ。なぜなら、貴様が失脚した後、すべてこの町から出て行ったのだからな。なんだと。今署にいる連中は実に忠実だ。俺にとって最適な場に変わったのだ。貴様がいた頃とはもはや違うのだよ。ほう、これがダレンツィオの娘か。よくもまあ日中堂々と歩けるものだ。危機管理がなってないようだな、グロリア。もう少し教育したらどうだ。くそ、あんなやつ知り合いでもなんでもない。すまん。あいつはランベルトと言って、グイードから賄賂を受け取っている。汚い金のことだ。警察官のくせに金を払えば何でもする下道以下だ。奴の言ったことが本当であれば、この町で信用できる警官が一人もいなくなってしまったな。ここの警官は本来のあるべき警官ではないということだ。私のいなかった3年で随分とグイードも幅を利かせたものだな。屋敷に戻ろう。いや、
言っても無駄だということが分かった。戻るぞ。どうぞ。もう大体は決まっているんですよ。いろいろなパターンも考えました。あとはどれにするか、その決定打に欠けるんですよね。この前セルビアが言っていたことも気になります。どうして死者の日なのか、何かあると考えるのが普通ですね。ああ、それはそうと、ビシャスたちは？わかってますよ。ボスのお墓参りですよね。ま、なんとかしてみましょう。やれやれ。本来祝い事をする状態ではないんだが、仕方ないか。今日は前夜祭だからね。口を開けすぎるんだ。こんなでかい目のジャックランタンなんておかしいだろう。しかもバランス悪いし。いいから早く作る。もう放っておきなさい。こっちはこっちで完成させるのよ。そうそう、もう時間ないからね。グロリア、そっちのカボチャ取って。しかし、一つでいいと言っていたんだが、一つも完成せんとはな。せっかく彼女が買ってきたカボチャもダメにするし。ゴースや。よし、こんでいいだろう。カボチャ、破壊。またダメにした。破壊してねえだろ。ちょっと割れただけで。もういくつダメにしたら気が済むのよ。これで5個目よ。まったく、ナイフの扱いを知らんな。よし。すっごあっという間にできたし。それなら最初からグロリーが作りゃよかったんだ。最初にそう言ったが、自分がやると言い出したのはどこのドイツだ。ギブアップ見てろよ、俺だってこれくらい。グロリア、余計なこと言うな。真実伝えただけ。もともとこういうことは苦手なんだけどさ、ま、せっかく前夜祭なんだしね。死者の日のことはちょっとだけ忘れてパーッと騒ぐのもありだよね。騒ぐのはどうかと思う。ただ襲撃される日を待っているだけというのもどうかと思うな。できたわ。見てこれ。な、何よ。いいでしょ。あーんってしてる感じを表現してみたのよ。わー、助けてって感じ。叫んでないわよ、失礼ね。あとは何かあるのかい。そこまでするの。
俺は別に構わないが。でも今から買い物に行ってもすごい人なんじゃない？それに明後日の準備とかあるでしょうし。その件ならお任せを。衣装ならありますよ。ええ、倉庫にあったものを引っ張り出しておきましたから。そんなもんあったのか。みたいですね。以前パーティーでもしたのではないでしょうか。覚えはないけどな。まあいっか、これで揃ったね。しかしいいのか、死者の日まであと2日。とても騒がきにはなれんが。せっかくの前夜祭、明日は処世人の日ですよ。もともと死んだ我々が楽しむことがなかった日です。そしてボスの娘である、楽しませてあげるのも我々の使命ではないですか。明確な証拠もないし、本人は死んでしまっているし、出生のことを知ってる人はおそらくいないだろう。もしあんたがボスの娘じゃなくても、私たちと知り合えたこととコールしたことは事実なんだから。さ、そんなことより支度よ。夜には仮装してパーッと騒ぎましょう。私が出よう。楽しむといいよ。僕も楽しみたい。料理いっぱい食べるよ。ああ、いや、ただの郵便だったんだが。郵便？手紙ですか？誰に？グイードから。なんですって？私が開けてみる。何か仕掛けがあるかもしれんからな。うん、仕掛けはないようだが、読むか。なんて書いてあるんだ。ほう、招待状ですか。なかなか粋なことを。ちょっとどういうこと？なんで？勝てる自信があるんだろ。それだけ余裕っつうことさ。だろうね。一人で来いとも書いてない。つまり俺たちが一緒に行ってもそれでも確実に仕留めることできる自信？俺は反対だ。相手が指定してきたなら行かなければいいだけのことだろう。そうかもしれません。ですが死者の日を避けてもまたこういう日がやってきます。そして我々もグイードがいつ襲ってくるかわからない状況で生活し続けることができますか。だから俺はこの屋敷を出ようと言ったんだ。もう俺だって力を手に入れた。だからあんたらの世話になることもない。そうじゃねえだろ。何？そうじゃねえんだ、ヨシは。俺たち、少なくとも俺はボスの娘だから守ってんじゃねえんだ。俺たちは死んでるんだぞ。なのに呼び出された。コールでな。その意味を知りたいんだ。
だからそれはボスの娘を守るためなんだろ。最初は私もそう思ったわ。だからコールされたんだって。けどそれだけじゃない気がするの。僕もそう思う。僕は僕たちそれぞれのやり残したことをするために復活した。守る。僕もすべきことする。けど今はまだ見つからない。だから探す。そのためのコールだと思う。僕たちはすべきことをするために出会った。そうかもしれん。コールされなければ我々は出会っていなかったのだから。コールもニュクスの意志もすべてボスの作ったことであれば、自分の娘を我々に守らせるのは理解できる。だがニュクスの意志を使って契約するとき、死ねば死神になるとは聞いていなかった。そしてコールのことも隠していたのでしょうか。あのボスが。我々は最初から守るため、死神になるために契約したということか。な、俺もそう思ったぜ。けどあのボスがそこまで考えるかね。それはわからない。あの書斎だって僕たちにずっと隠していた。本当のボス誰も知らないかも。私たちの知らないボスの一面ですか。しかしグイードがコールした死神のことも気になるが、我々以外にもボスは契約していたのか。かもしれねえな。俺たちが入る前の誰かとかさ。この中では私が一番古いですが、私の前となると分かりませんね。死者の日に俺たちがどうなるか分からない。もしかしたら守りきれないかもしれない。それでも行くかい？行きましょうよ、ボスのお墓に。死者の日なら盛大に行きましょうよ。そうですね。ボスの墓なら派手に飾ってやんねえとさ。いいのか。強くなったね。そうと決まったらあと2日、準備万全で決戦の日を迎えようじゃないか。賛成です。ではまずハロウィンの準備ですね。そっちの準備か。言ったでしょ、楽しませるのも我々の使命ですよ。じゃあ部屋戻ってちょいと休憩すっか。それがいいね。ではまた夜に。誰？うん、いいよ。どうしたの？いいね。重そうだし、それかぼちゃだよ。僕
かぼちゃかぶるの？でも僕、違うのがいい。ううん、なんでもない。かぼちゃになるよ、かぼちゃ。大丈夫だと思う。多分重いからグラグラするかも。わかった、なりきるよ。正確にはジャック・オ・ランタン。知ってた？うん、アイルランドに伝わる幽霊みたいなやつのこと。ランタン持ちの男って意味だよ。言ってたよ、中等学校までもでしょ。マフィアは仕事じゃないよ。勉強なんて一人でできるからね。学校なんて必要ないよ。ボスもメディシスもグロリアも、それ以外にも僕には教えてくれる人がいたから。うん、わかった。本当は医者になりたかったんだよね。もうなれないけど。どうして今頃思い出したのかな。まあいいかな。今は美味しい料理に出会えたから。できた？でも匂いでわかるよ。メインはわかった。そろそろ始める？後で着替える。重いからすぐには無理。いいよ、結構気に入ったから。トマトとか想像できない。いつ始めんだ？そんなもんすぐ切られるっつーの。ちょいと手間だが。トマト何になる？そりゃあ見てのお楽しみ。そういうお前は何の衣装だよ。重いのかぶる。重いの？なんだそりゃ。俺が出る。僕も行く。こんな忙しい時に一体誰だ。まさかタランティノか。お菓子欲しいって。てめえらにやる菓子などない。帰れ。アメリカみてえな真似すんな。最近じゃアメリカみたいにやるらしいよ。トマト知らないの？知るかよ。そもそもハロウィン自体騒いだことねえんだから。誰でた？うるせえ。まったく、子供を脅かしてどうすんの。うち、お前は出てくんなよ。ここは俺が。はいはい、これあげるよ。怖いお兄さんに殺されるから早くお行き。ったく、ガキに菓子なんかあげてどうすんだ。
どうも何も、ちょうだいって言うからあげただけだって。ああいうの学校とかで流行ってる？僕知らないけど。かもね。ま、いずれにしても俺やビシャスには縁遠いイベントだけどさ。まあな。子供だよ、お菓子をもらいに来ただけみたいだね。そろそろ始める？お腹空いてきた。そういうお前は何の格好だよ。はあ？寝ぼけたこと言ってんじゃん。トマト、準備急ぐよ。はいはい、じゃまたね。あんた、てめえら話せ。卑怯じゃねえか。なんで俺らだけ。過ぎただけだ。しかしすごいな。学生かよ、お似合いだ。マフィアで死神で吸血鬼かよ、まるで資料だな。はいはい、お二人とも今夜は仲良くしたまえよ、キング。うん。で、君はレオナルドか。顔が見えないけど。グラグラする。まあロミオといえばジュリエットだとは思いましたが。そうまじまじと見るな。それで私の化粧品を借りたのね。もう私がやってあげたのに。しかし胸でけえな。本当に仮装パーティーだな。喜んでいいのか微妙だな。しかしくそ。俺は別に良かったけど、他の連中はあの格好じゃろくに食事ができないだろうし、特に化粧したまま食事できるか。もったいない。うん、わかるよ。ハーブ入ってるね。な、いや、ハロウィンとかってこうやって過ごすのかなと思ってな。ちょっと、せっかく盛り上がってんだからしんみりしないでちょうだい。ねえねえ、さっきの仮装誰が一番だった？もちろん俺だよな。22には見えなかった。チッ、自画自賛かよ、気持ち悪い。んなもんやっぱダークな俺様に決まってるよね。いやいや、ここは王の風格で決まりでしょ。何言ってんだか、色気で勝負に決まってるでしょ。グラグラが一番。まあ誰が一番など決めずとも。いや、ここは決めてもらいたいところだ。あれだけ苦労したのだからな。さあ、誰が一番なの？
やっぱそうだよな。自分でも似合ってると思ったんで。じゃあどういう意味なんだ。ヴァンパイアと似てるって意味だろ。知ってるか、伯爵の話。残忍だったらしいって。俺ほど優しいやつをとっ捕まえて残忍はねえだろ。優しいね。マフィアに優しいも何もあるものか。あた、つま。もう、そういうことはいいこなしよ。そうですよ、我々はあなたを守る覚悟なんですからね、皆さん。まあな。そのためにコールされたんだからね。うん、負けるつもりない。サルバトーレファミリーの力を見せてやればいいさ。安心していいからな。遅い。何してたの？昨日遅くまで酒盛り。トマトたち飲んでたよ。うん、静かな朝食食べられるね。そうだね。怖い？変わったね。うん、なんとなく。最初会った時何も知らない子だった。でも今は立ち向かってる。強くなったかな。いいね、そういうの。僕もそういう人いた。育ての親、父さんがいた。それは、濃いコーヒー、これ頭いで悪いね。俺も頼むよ。二日酔いはきついわ。明日だよ。問題ねえって。昼過ぎにはすっきりしてるさ。 あれヨシアは？ありがとう。まだ寝てるんじゃない？一緒に飲んでたからさ。最初は俺たち二人だけだったんだけど、途中でうるさいって怒鳴られてさ、気がついたら三人で飲んでたっけ。そうだったな。しっかしヨシアのやつ強えのなんの。あいつ本当に神父か。そりゃ飲めるだろう。うん、それか。数えでは二十歳だろ。あれから3年経ってんだし。まあまあそういうことで許してあげてよ。これからは気をつけるからさ。おはよう。濃いコーヒーを頼む。ああ
コールに付き合わされてな。珍しいね、二人で飲むなんて。まあな。ニコールはまだ寝てるか。そうか。いよいよ明日か。それで今日はどうするんだ。明日のこと、今日のこと、もうじき会えるね。あら何よ、まだ寝てるの？昨日飲みに誘ってもやることがあるからって言ってたくせに、陰で飲んでたのかしらね。ねえメディシス、昨日グロリーと話してたんだけどね、なんだか懐かしかったの。おかしいでしょ、だってこの前会ったばかりなのよ。なのにやっぱりもう一人の私がそう思わせてるのかしらね。そうじゃないですか。なんだ起きてたの。ええ、一体何をされるのかとヒヤヒヤしましたよ。やあね、あんたは私のタイプじゃないわよ。憎めないけど。それで結構です。ところでどうしてそんな格好で寝ていたの？ああ、これはまあそのいろいろというか、それよりもさっきの話ですけど、グロリアに直接話したらいいのではないですか。いやよ、それに明日までだから。え、多分明日までだと思う。そう思うとね、もういいかなって。そんなこと言ったら悲しみますよ、彼女。でしょうね。私もどうなるかわからないけど、明日クラウディアって女に会ったらきっと。さてと、じゃあそろそろ行くわ。あんたも起きなさいよ。私はもう少し寝ておきます。何しろ昨日寝てなかったので。わかったわ。私はご飯食べて今日も一日美しくってね。そうしていてください。何よ。いえ、そうやっていつも通りのニコールであってくださいって意味ですよ。分かってるわ。じゃあね。明日か。さまざまな思いを抱えて迎える死者の日、私は私のできることをしますか。おっと、着替えて寝なくちゃな。しかし、まあいいか。バレてしまったものは仕方がない。いつか克服できるといいんだな。あら、もうみんないないの？なんだ、みんな済んじゃったのね、食事。悪いけど、私の分お願いできる？頼むわ。もうグロリー行ったらワインばっかり。最後は締めだっていうのにウォッカよ。お肌が荒れたんじゃないかしら。いいわね、お願いするわ。姉妹みたいか。確かにそうよね。私に妹がいたらきっとあんな子かしら。もっと買い物とかしとくんだった。
リストランテもカフェもまだ教えてない店が結構あるのよね。あとはお化粧も教えてなかったわ。やだ、女として最も大事なことなのに。ううん、いいのよ。今日祝日でお休みってことを忘れてたわ。そっか、休みか。なら仕方ないわね。私ってドジなんだから。ん？ううん、いいのよもう。あら、おいしいわこれ。ドレッシングが私好み。バカな子。私の好みなんか知ってどうすんのよ。どうせなら好きな男にしなさい。なんだか焦げ臭いわね。ほんとにもうバカな子なんだから。あげるわ。使いなさいな。あんた全然化粧っ気ないんだもの。それを使うといいわ。いいから、他に使うものがあるからいいのよ。ねえ、私偽物の女でしょ。それはもう自分でも分かってるの。だから女のつもりだったのね、今まで。恋愛のことだって、女の気持ちだってきっと全部知ってたつもり。完璧な女の姿じゃないのはきっと元の私がちゃんと女を理解してなかったからだと思うのね。だから今度会ったら叱っておいてほしいの。女を舐めるなってね。明日でしょ、グイードに会うの。何があるかわからないじゃない。それで少しセンチになってるのかもしれないわね。きっと他のみんなも同じよ。見た目は強がってるけどね。とにかくそれ使っていい女になるのよ。わかったわね。さて、いよいよ明日ですね。では作戦についてご説明します。ボスの墓のある墓地、サンドロペ墓地は、ここが共同墓地になります。ボスの墓は反対のこちら側、周囲は森、ここが道路。この道路を行くと、ここがサンドロペ教会です。つまり以前私が言っていた開けたタイプの場所での交戦となります。少人数である我々には適しています。動きやすいですからね。ですが同時に身を隠す場所も少なく、そして一人を守るには厳しいか。そうなります。ですが連れて行かないわけにはいきません。グイードとの待ち合わせは0時。そこで我々は21時にここを出ます。結構早いね。サンドロペなら30分かからないんじゃない？ええ、早めに行ってすることがありますからね。一つはボスのお墓参り、これは要望でしたね。
もちろんです。私は一度言ったことは撤回しませんよ。そしてあと一つの理由、それは先手を打つこと。どうやって打つんだ。指定の時間の前に行っても連中来てねえだろ。チームを分けます。同行しサンドロペに行くチームとグイードの屋敷へ行くチームに。ちょっと待てメディス、分けると言ってもこの人数をか。どう考えても3人程度だぞ。それでもです。危険すぎる。たった3人で何ができるって言うんだ。お前たちがいくら死神だからと言っても。そこですよヨシュア、我々が死神だからです。どういうことだ。この数日私はずっと考えていました。グイードがわざわざ死者の日を狙ったこと、当てた挑発とも受け取れる招待状、グイードはすでにボスの娘であることを知っているという事実、そして同等の力を持つということ。これらは一体何を示しているのか、奴の狙いは一体何なのか。分かったの？これは私の推測ですが、奴は我々に勝つつもりなどないのではないかと思います。それどういう意味？戦う気がないってこと？いえ、戦うとは思います。ですが狙いが命であれば何もこんな回りくどいことはしないはず。この屋敷にも以前タランティノファミリーが襲ってきましたね。その後セルビアも来ました。あれは全て今夜のためのフェイクではないかと思えてなりません。話がよくわからないんだけど、つまり屋敷を襲った連中もセルビアが狙いに来たことも嘘ってこと？はっきり言うとそうですね。でなければその後襲撃がなかったことへの説明がつかない。教会の襲撃はあれはただの待ち伏せでしたからね。先ほども言いましたように、命を狙うだけであればもっと襲撃してきてもいいはずです。だがあの時以来なかった。グイードは待っていたのだと思います、死者の日を。明日何があるんだ。そこまでして待つほどの何が。そこまでは残念ながら分かりません。奴の狙いは殺すこと以外に何かある。それが死者の日にそれをすれば一石二鳥だと考えていると思われます。つまり同時に二つのことをしようとしている。そこで私は賭けに出てはどうかと考えます。賭け？メディシスらしくねえな。ですよね。自分でもそう思います。でもそうも言っていられないので。ジャンが言っていたことを覚えていますか？命令したいことを心で願えと言っていたことです。そうすれば我々は逆らうことができないと言っていましたね。グイードの屋敷に向かうチームは3人、サンドロペに行くチームは4人です。当然どちらも戦力不足だ。だから命令してください。メディシス、ちょっと待てよ。もうこれしかないんだ。だから言ったはずです、これは賭けだと。墓地で我々7名が固まっても結果は見えている。であればせめて一矢報いる作戦を立てるのが私の仕事です。もうこれしかない。他に道はないんだ。絶対逆らえないコールした者の命令、それに従う我々の力に期待します。レディシス、あなたに託します。正直
こんな大役をあなたに任せるのは心が痛みます。でも今はジャンの言葉とあなたの命令の力を信じるしかないんです。大丈夫、私たちを信じて。そしてどうか自分を信じてください。そうですね、即効性のある簡単な命令が良いでしょう。自分の命を守れ、あとはグイードを殺せが最適な命令かと。荷が重すぎる。大体そんな命令をできるわけないだろう。ではどう戦うおつもりですか。それはヨシュア、あなたがあの部屋でどんな力を身につけたか存じませんが、相手は死神を投入してくるのですよ。そして狙う以外に大きな目的を別に持っているのです。見えない敵を相手にどう戦うと、まさか自分の力で守ってみせるなどと言わないでしょうね。もういいだろう、メディシス。話は分かった。どうだ、できそうか。いいのよ、無理しなくても。もういいんだって。メディシスの作戦はぶっ飛んでるわよね。けどいい作戦だとは思うの。だってそれしかないってことは、どんなことをしてももう私たちは勝てないってこと。なんかさ、3年前みてえだな。あん時もさ、こんな感じだったんじゃねえか。急に進展していった。僕追いつけなかった。思い出せないけど。そうだね、罠だって分かっているのに飛び込むところとかさ、なんだか似てるよね。そうだな、無理を承知で言ったまでです。ですがもう3年前のようなことは繰り返したくないですから。無理しなくていい。でも僕、負けるつもりで戦いたくない。そう器用だ。お前は私たちのボスの娘であって、ボスではない、命令だって。することができればしてくれたらそれでいい。お前の好きにすればいいのだ。我々の思いをお前に委ねてしまっている気がしてな。すまないと思っている。本来出会うことがなかった我々と出会ってしまったことが運の月かもしれんな。だが何をどうあがいても明日は来る。お互い後悔しないようにしよう。自信がないのは我々も同じだ。だが後悔はしたくないだろう。もういいってば。みんな分かってるわよ、あんたの気持ち。とにかくさ、やるだけやりましょうよ、後悔のないように。さあ、とにかく明日だ。今夜は解散だ。ま、なんとかなるだろう。そうそう、なんとかなっちゃうって。気楽にね。明日の朝ごはん楽しみにしてるからね。
眠れるか。そうだと思った。ほら、いいものを持ってきたんだ。本だよ。面白そうな小説だから一緒に読もうと思って。何かあった後はいつもそうだったな。俺がせっかく持ってきた絵本もお菓子もいらないって言って拗ねるんだ。今でも同じさ、俺にとってはね。そう、だったら一人で考えて行動するといい。勝手にしろ。おやすみ。反省した？だって俺の言うこと聞かないからさ。昔は俺の言うこと何でも信じたくせに、最近生意気になったからバカだな。嘘だよ。はいはい、ごめんってば。ってことでこの小説読む？よろしい。ではコーヒーとケーキを用意すること。無理してない？ならいいんじゃない。ご飯おいしいし、いつも通り。とにかく今夜皆さん頼みますよ。わかってるって。で、組み合わせはどうすんだ？そうですね、俺はサンドロペ墓地に向かう。分かってますよ。では、じゃあ俺グイードの屋敷の方に行くよ。クラウディアのことが気になるんだ。ならば私もグイードの方に行く。クラウディアには借りがあるからな。分かりました。では私も屋敷の方に同行しましょう。後の方々は墓地の方でよろしいでしょうか？いいのかよ、そんな適当な組み方で。パワーバランスっつうのがあんだろ。トマト、突っ込むから迷惑。なんだと？ビシャスには仲裁役がいないとダメね。誰とでもすぐに喧嘩になっちゃうし。そうですか。成功しますよ、きっと。俺とグロリアとメディシスはグイードの屋敷に行くことになったから、守るのは残りの4人だね。任せておきなさいって。できるとこまで頑張りましょう。何が起きるかわからないけど守るよ。俺もいるから。てめえは黙ってろ。全部俺が片付けてやっからな。安心しとけ。はあ、またそれか。いい加減力で押すだけでは勝てないことを学べよな。神父が戦う姿しっかり拝ませてもらうぜ。はいはい、そこまで。さっさとお食べ。
ではここで別れましょう。我々はグイードの屋敷に向かいます。作戦は？状況を見て調整します。わかった。またな。また後でね。では。ああ、行っちゃった。行っちゃったわね。さて、うん、じゃあ俺たちも行こうぜ。ボスんところに。結構早く着いたな。まだ人も多いし。死者の日、どこの墓地もこんな感じなのかしらね。うん、煉獄から死者を早く天国へ送る日、祈りによって天国へ送る日。よく知ってるな。本で読んだだけ。でも僕たちは地獄にいて、煉獄にも天国にも行けない。そういうこと？難しいことは分からねえけど、このままじゃ中途半端って感じはする。そうね、生きてもいない、死んでもいない。死神って呼ばれても、死神らしいことなんて何一つできない。あれじゃないか、ほら、あの墓地。周り調べてこい。そっちは任せるよ。任せろ。ニコールはあっちを頼む。了解よ。じゃあヨシュア、頼むわね。まったく、勝手な奴らだ。ま、いいけどな。さ、早いところ墓を掃除して、持ってきた花を飾ろう。薄すぎる。グイードはもういないということだろうが、しかしちょっとおかしいね。嫌な感じがするよ。あら、皆様ごきげんよう。何？お久しぶりね、皆様。それにルチアーノ、クラウディア。よくもニコラスを。グロイア、抑えて。いきなり私を殺すつもりかしら。ここをどこだと思っているの？ここはグイードの屋敷の中。つまりあなたたちは鳥かごの中の鳥ってこと。俺を殺して私も死ぬならば本望だ。それ以上動かない方がいいわ。私たちがたかが弾丸に恐れをなすと思うか。何事だ、騒がしい。グイード、どうしてここに。頭が。あら、具合でも悪いの？おお、貴様ら三人が揃うとはな。手間が省けたぞ。なんだこの痛みは。だっていられんぞ。俺たちに一体何をした？何を？なんだ、覚えておらんか。
さすがカストロの薬、ちゃんと効いているようだな。そうみたいですわね。薬だと。この私が命ずる。さあ思い出せ、お前たちが復活した時を。うまくいったようだな。ここは見たこともない屋敷だが。な、あれ？いきなり飛ばされた？ようこそ、我が死神たちよ。死神ですか？あなた誰です？ここは一体どこですか？はぁ、あ、俺今まで何してたっけ。なんだ、記憶がないのか。記憶。そんなバカな。私たちはコールされた。コールした者の命令は絶対だ。念じれば意のままに動く。それがコールした者の特権。そうだったな。ええ、そう聞いていますわ。まさか、私たちはお前にコールされた。けど、あの時公園にいたわけで。サンドロペ墓地に向かい、そこにいる動く者すべてを殺せ。一人も逃がすな。すべて殺せ。どうした？さっさと行け。わかりました。サンドロペ墓地へ。おお、素晴らしい。コールする者の力とはこれほどのものなのか。ダレンツィオよ、さぞ悔しいだろうな。グイード様、そろそろ出かけませんと。お時間ですわ。うん、あとはダレンツィオの娘を始末し、そしてあれを手に入れなければならん。行くぞ。いいんじゃない？いるぜ、ここに。周りを見てきたが、特に何もねえな。こっちも異常なしだよ。怪しい人はいないわね。けど人が多くて動きにくいったら。こんなところに本当に来るの？向こうが指定してきたんだ。来るだろ？この感じ、グイードじゃないわよね。おい、こりゃ一体どういうことだ。なんでルチたちが。おい、ルチ動くものすべて殺す。それが我がボスの命令。
ちょっと何言ってんのよ。悪いが死んでもらうぞ。おい、三人ともどうした。こっちに。なんでこんなことに。ちぃ。貴様の相手は俺だ。目を覚ませ、ルチ。死ね。ビシャス。死んでもらおうか。ちょっとどうしちゃったのよ。殺してすべてを。このままじゃ他の人に。レオ、分かってる。そんなもので殺せると思っているのですか。甘い。まさか死神メディシスたちだったなんて。ヨシア、いいから走るんだ、早く。どうして あれは。正義高きにありて創造主を動かす。我作りしは聖なる力。意図高き地第一の愛。我より先に作られし者なし。我、とわへと共に立つ。一切の望みは捨てよ。なんじら、我をくぐる者。インフェルノの一節だ。あれらは私により創造された死神。そうだ、ダレンツヨの娘よ。ほう、キーラの面影が残っているな。貴様は呪われた血を受け継ぐ呪われた人間なのだ。ベアトリーチェの血で地獄の扉を開け、そしてついに私はあれを手に入れる。ベアトリーチェはダンテが愛した人だと言われている。それがどうして関係する。呪われた魔女の血が必要なのだよ。確かにダレンツヨは憎かった。だから殺した。私が欲しかったものを奴はたやすく手に入れたのだからな。だがお前は違う。お前の血が必要だから殺す。殺してその血をいただくとしよう。させるか。私を守れ。グロリア。なかなか忠実だろう。本来死神とはこう使うのだ。この男を始末しろ。ギョイ。くそ。逃げろ。貴様はまだ分かっていないようだな。コールとは死神を呼ぶことではない、使うことなのだ。まあよい、では死んでもらうぞ。娘を殺せ。
ビシャス守って。やらせはしないわ。やれやれ、なんて様だ。耳を塞げ。うわっ、なんだこの音は。え、何も聞こえないが、どうなってるんだ。さあ、ジャンメ、いつも邪魔をしよって。何を倒れておるか、さっさと起きろ。戦え、皆殺しにしろ。くそ、私の命令が届かんか。引け、引くんだ。待て、追っても無駄よ。だってもう戦う力も残ってないから。ともかくよかった、無事で。死神のくせにやられるとかダセーだろ。なんともねえよ。